2023年4月25日、5チャンネルにこんなスレが立った。日本はすでに、中年独身大国であり、100年前の大正時代より母親の数が減った。中年独身大国。早速スレを見ていこう。独身人口5000万人。メディアは出生数や出生率の話ばかりで、少子化が、人口減少が、と危機感を煽っているが、そんなことは、何十年も前から分かりきっていた当然の話に過ぎず、今更騒いだところでどうにかなるものではない。それよりもすでに、独身者がマジョリティになりつつある事実や、やがて、人口の半分が独身者になるという決して外れない未来予測については、メディアはあまり報道しない。この連載上では何度も同じ話をしていて昔からの読者には、耳にたこの話で恐縮だが、2020年国勢調査での日本の15歳以上における独身人口は約4930万人となり、ほぼ5000万人である。これは、日本史上始まって以来、独身が最も増えた最高記録を打ち立てたことになる。増えているのは中年独身。独身人口が増えているというと勘違いしやすいのだが、若い独身男女の人口が増えているのではない。もはや、若い独身者より中年独身の方が人口で上回っている。独身大国というが、すでに、中年独身大国となっているわけで、決して、最近の若いのは結婚もしないのかという話ではないのである。平成4年頃のバブル崩壊の後片付けをしないまま突っ走ったのが原因ですごい迷惑。しかも継続中。そんなことを言いつつ性の多様化だとかジェンダーフリーだとか子供の頃から妙な性癖を植え付けようとしてるじゃねえか。結婚しないのはいいことだよ。メリットしかないぞ。結婚とかバカがやるもの。だから何としか。親が勝手に決めてとかなくなったしな。ポツンと一軒家で、父親が相手の男の家に咲いてる珍しい花が欲しいからと嫁に出された人がいたな。女性が恋愛なんてはしたないって時代だと、見合いとか親が決めるのが当たり前みたいなことはあったんだろうね。昔は今より死にやすいから群れないとダメだって考え方がありそうだもんな。今は一里中病院とか薬とか買えるし、ネットで節制方法も出てるし、自堕落にさえならなきゃそんなに簡単には死なんよね。独身が生きやすい社会を作ろうではないか。そろそろ独身と打って出てきてもいいと思うんだけどな。子育て支援とか聞き飽きたでしょ。生きやすい社会だからこの結果よ。便利すぎるのも考えものか。女が社会進出とか言い出してからおかしくなった。それなら欧米や中国のがとっくに先に滅んでるはず。中国は独裁国家、欧米の多くはスパイ防止法のある国、日本と一緒にしちゃダメだぞ。男は専業主婦と子供3人を養う義務から逃れられたんだからよかったじゃないか。わしらの父ちゃん世代も妻子なんか養いたくなかったんやろな。無能ゴミオスが淘汰されただけだろ。その結果、日本人が淘汰されただけやなわ、ろ、だ。女は我が子が日本人じゃなくても全然構わないよ。むしろ今からもう避けてるだろ。どうぞご自由に。日本円がこれ以上ダダ下がりする前に外国人女性輸入するしかないでしょ。実際日本人女性は高いし、日本民族滅亡やな。めでたすぎる女はざまあって笑うの多いだろ。そもそも国産オスは自分の価値高く見積もりすぎ。いや別に滅ぶべくして滅びるんだよ。なぜそれに反抗するのだ。無意味だよ。いいことだな。このままおとなしく滅べよと思ってるし、そうなると思うわ。何せ日本人だし。その前に物理的にも滅ぶのでどうでもいいけどね。草食系男子が増えたわけじゃない。腐った肉を食べなくなっただけだ。わかるわ。 AV 見すぎかもしれんが、どいつもこいつも淫乱すぎて中古は見送りたくなる。 AV や風俗は少子化に貢献してるよな。性欲を解消できるから嫁も彼女もいらない。いいよそれでみんな幸せなら。俺は若い嫁と子供で幸せだし、お前とも一人で幸せなんだろ。いいじゃんそれで。なのになぜかどこぞやの生理欲が不幸な存在として扱わないと気が済まなくてモヤモヤしているらしいよ。今すぐ専業主婦を夢の職業に戻さないとダメ。だってそれ言うとここでクズ扱いされるんだもの。実際に専業主婦だけど普段は肩身狭いから黙ってる。子供の頃から専業主婦になるべく育てられ、親や周りの言う通りにして実現した。夫も優しいし子供は賢くて可愛い。金にも困ってない。うまく回ってるのにな。何なのこの社会っていつも思う。羨ましいなとかやりくり上手なんかと思うくらいや、人としての品を保って健やかな家庭を育んでくれや。ありがとう。やりくりっていうか日常の些細なことを家族で楽しむことに尽きるよ。生まれてきて幸せって感じられる社会なら自然と子供が増えてくだろ。高校大学卒業して働き出して人生に対してポジティブになれる人が減ってんだろ。その苦労が人生の第5味なのかもしれないけど、嫌なものは嫌だし、同じ辛い思いを子供にはさせたくないって作らないのもまた自然なんじゃ。動物の実験でも少子化は再現できる時点で関係ないんだよな。結局なぜか発生するけど原因はわからんし対処不能なのよ。親が親が結婚できない。だって親が親って大事だぞ。どんな未来になるのかは親次第。結婚も仕事も親次第。自力でどうにかなるもんじゃない。自由と力を手に入れた頃にはすでに色々と終わってんだよ。一夫多妻を認めれば。知らんけど。
足りないのは母親の数だから、一夫多妻では子供は増えない。海外から独身女性の移民を推奨しないと子供は増えない。結婚できない奴って何でもかんでも他人のせいだよな。そんなガキみたいな性格だから異性に全く相手にされないんだぜ。仕方ねえじゃん。一人じゃ結婚できないんだから、少なくとも半分は他者の責任だよ。結婚したいけど相手がいないは結婚したくない。どっちなんだい？結婚したい相手の中にはいないんだろ、単細胞。少子化ではなく少母化なんだよな。従って今の子育て対策は的外れなんだよ。母親数が減少しているのにその母親からさらに子供を産ませようとしている。子供産ませるしかおバカい小方法あるまい。氷河期女を産ませなかったんだから仕方なかろう。独身税、実はもう実施されてる。子供手当、これもらえない人は課されてる。独身税と子供手当を一緒にしちゃうと可能障害者ですか？猛烈に頭悪そう。源泉徴収された税金が戻ってくるに近いかな。人口減らさなきゃ地球が保たないだろ。本来なら、子供一人当たり CO2 排出税をかけないといけない。いろんなところで平等にしたら、不細工は絶対余るようになるで。生物って本来そういうもんだしな。自身も当然相手があてがわれると思うのはおこがましいがな。人間の場合は見合い結婚が制度として成り立ってる地域は今もあるし、そういう地域の方が少子化になってないから、人間に関しては強制的に、相手をあてがうのが正しいんじゃね。それを自由が人権がとはしゃいできたつけだ、飽き飽きだよ。昔みたいに強制的に見合いとかないからいい時代になったとも言える。へえ、デメリット無視して見合いさせてくれって感じの奴らばっかりなのに珍しいな。負担が大きい人生になるのに産むのって子供への潜在的な虐待にならんの？親が経済的に恵まれてるなら別だろうけど。お互い年収200の派遣同士の夫婦が子供産んでバッシング受けてたドキュメント見たことあるけど勇気あるよな。経済的に大変だろうし子供が中流になれるかわからないのにギャンブルすぎんだろと思った。子供が生子なったら将来の社会負担増やすだけなのに。まあ超貧乏なら学費はタダになる。下手したら中流層より額かもな。どうせ衰退国だぞ。こう残す意味はない。それならさ、空売りしてくれ。手間はやめてくれ。今 YouTube で一番注目してるのが50代独身おっさん。金持って早期退職したそうで、家も持ってて自動車とか、複数持ってるけどメンタルやられていっている。早期リタイアしたはずなのに、生活不安だから金使えないし、アルバイトで精神安定わかってるとか、本末転倒もいいとこ。人と関わりたい、話したい性格のやつは家族作った方がいい。学生時代の友達は結婚すると家庭ファーストになって疎遠になるし、50代ともなると病気にも、頭痛にもなるから、独身者は孤独感が一層強くなるんだよ。特に体調が悪い時に誰も側にいてくれない、死にそうなのに助けてくれない、救急車も呼んでくれない、と絶望感を味わうことになる。置いてから未来を語るのもバカバカしいし、共有した過去があればこその思い出話だしな。婚者がそんな動画に注目してるなんてどうかしてる。メンタル病んでる独身者見て安心してるの？歪んでるって。その人は最初は小さいビジネスしてたんだよ。副業に興味あって見始めたわけ。その人は事業失敗して撤退したわけだけど、それでも生活は余裕あるぽかった。でも最近どんどんネガティブなことばかり言うようになってて、心配している。そんなうまくいかなくなった人を注目してるなんて言うの止めなよ。性格悪すぎ。心配してるだなんて他の書き込み読めば口先だけなのわかるし。いや、だから生活は余裕あるんだってその人。またビジネスするって言ってるから注目してもおかしくないだろ。お前の論点がずれすぎてる。明らかに独身男性が病んで言ってるのを喜んでるじゃん。言い訳止めなよみっともない。俺らがじいさんになる頃には男女とも高齢独身だらけだし何らかのシステムができてるんじゃね。それが国営の共同生活施設か安楽死施設か知らんけど。高齢独身ばかりのマンションはあり得るな。当番で各部屋に挨拶に回れば孤独死も防げる。英断なんてすでにそうなっているよ。親のせい、不細工に生まれたせい、田舎に生まれたせい。まさに親ガチャだ。田舎は関係ないだろ。一夫多妻でいいんだよな。大谷翔平の種を合法的にばらまけるようにしなきゃ。販売してくれたら500万出す。たった500万で買えると思ってるやつ。女性をいたぶりいじめ続けた結果だねー。子供ができないと女のせい。女の子が生まれるとこれまた女のせいで役立たず扱い。女子が優秀でも入試で差別されて落とされる。頭の悪い野蛮政治家は子供産まない女は税金で面倒見たくないというほど。世界でも日本女性は人気だけど、男尊女卑で気が利かない陰気なカンタレスケベ日本男は不人気。もう30年前から女児人気の方が高いのに何を言ってるんだ。30年前から女児人気が高い。つまりは女尊男卑なのに少子化なんだから、女尊男卑が少子化の原因だろ。それでちょっと思ったのだけど第三子が欲しい理由って二人の子供が同性、はっきり言うと男、だからとかなのかな。21世紀出生20段調査にても兄弟姉妹の男女構成まで はっきりわからないけど、平成22年生まれは特に分部で女児一人と男児兄弟姉妹ありが多いように見える。平成13年生まれだと逆なんだけどこの頃はそもそも一人っ子が多いので、出生男女比の方が効いてるのかもって思うんだけど。
女性をいたぶっている国の方が子供がたくさん生まれているという現実は無視ですか。見事に全て後進国だけどね。日本が貧しい後進国になりたいなら男尊女卑に戻せばええ。女の人権を制限しないとダメなのね日本って。今やったら娘の親なんて必死で海外行かせるようになると思うけど。マスコミが連日やれば明日からでもモンペ吐くよ女は、そういう生き物だから、要は持ち上げすぎた。どうかな。みんな今時学あるしネットはあるし、その程度と高く食ってたから今にえ湯飲まされてんじゃないの。自業自得な気はする。男を潰せば女も潰れる。やっとその入り口が見えてきたとこだ。ぶっちゃけ女の数に対して必要な男ってめっちゃ少ないんだよね。男が潰れたところでどうなんかな。男という社会の生贄がなくなったら潰れるしかないからな。春雲の前に。そこまで大層なもんじゃないって。この先機械化は進むし、AI も進歩するし、無能男じゃなくて気の利く男女なら十分やれるのよ。なんだ、正常性バイアスか。その程度の自由読みでよく女に偉そうなこと言えるもんだね。泥船じゃん。そうだね、小野間その泥船大切にしなよ。他に誰も乗せられないやつ。女とて金と飯と衣服支給されんと子供なんか産みたくないわな。ガキ死ねって人前で平気で言うからな。その程度なら供給できる男はいくらでもおるんだけど、女にとって真面目な男はつまらないから結婚したくないらしい。モテる男のタイプは DV、ドキュン系だからな。結局は動物から抜け出せてねえのよ。そういう考え方のレス結構見かけるんだが本気で言ってるの？アルファード乗ってドンキでタバコ吸ってるようなタイプ。ヤンキー気質の男って陰キャとは違って人付き合い豊富だし、多少振られてもへこたれないから数値当たる理論でモテるんだと思う。陰キャ派そもそもアタックすらしないし下手したら同性の友達すらいないパターン。あ、俺だそれ、社会性なさすぎて、メンタル死にながら稼いだ金で34歳以降ずっと株ニートしてる、働けないぐらい社会性ないわ。子は産みたいが結婚はしたくないという女性も多い。男が基本的に偉そうだからな。そりゃ責任取る立場だからな。ネットがあればババアや子供は邪魔だしな。そのコメントだけで精神バランス崩してることを証明していてくさ。現状をまさしく理解して最適な判断をしてるだけだぞ。30過ぎのババアと結婚して発達障害のガキ産んで地獄の苦しみを受けてる奴が真の精神障害。最適な判断ができてないやん。30過ぎのババアと結婚して健康な子供が生まれて、それなりに笑い合って生活していく人生の方が確率はるかに高い。10年独身のほとんどは10代から確定していた奴ばっかり。ストレートすぎてくさ、確かに教室で机に突っ伏してた奴とか、カースト底辺とか考えても結婚無理だわ。男女ともにね。真理だと思うよ。だから自分の趣味は充実させた。大正時代の女は梅を増やせよで皆さん10人近い子供を産んだんだよね。戦争でいっぱい死んだが、つまり今の女は1人で10人近く産まないと、人口を維持できないってことか。梅を増やせよって労働力や兵士として使い捨てにするための政策だし、それを考えたら少子化で子供が使い捨てにされない方がよっぽどマシだわ。女は人生には金が何より重要だと考えている。自分で金を得られるなら男の支配下になど入らない。金が得られないなら男に寄生する。男は女を支配下に置きたい生き物。そのためには金が必要なので必死に金を得ようとする。つまり、女を支配下に置こうとなどと考えなければ金を追う必要などなくなり男は楽に生きられる。だからお前はモテないんだぞ。女は金が好きなんじゃなく、金を稼げる能力値の高い男が好きなんだよ。女の求めるものはいつの時代でも、恋なんだよね。恋愛の対象としてしか、女は男を見ていない。キャバクラ2軒経営してたことあるが、金で転ぶ女なんてゼロに等しい。反面、ボーイとはすぐにくっつくのは困ったもんだ。俺が社長だと知るとやたらに構成かけてきたが、それは金が欲しいわけじゃないんだな。いかにも引きこもり童貞の5チャンネラが考えた話だな。そんな返しが来るとは思ってたけど実はだよ。責任感ないやつばっかりだからしょうがないな。すぐパワハラセクハラとか言い出して逃げるし、独身の素晴らしさを結婚したことないやつが気の間として語るんだぜ。狂ってる。既婚は独身のことをよく知っているが、独身は既婚のことは全く知らない。罰ありは含めないとして、これは真理だわな。俺自身は未婚ですが離婚の母子家庭育ちだから、離婚を知ってますよ自分の経験では。ないけど性も変わったしね。大人になってからと当事者となってからは全く違うからな。大人になればわかるよ。これが大人にならないと本当にわからないしね。でも離婚したことがない既婚者よりは、経験値あると思いません。実際性も変わったわけですし。ATM、ボディーガード、運転手、荷物持ち、愚痴聞き役、結婚できた女というステータス、これだけのものが手に入るのだから女の結婚メリットは絶大。それに対して男の結婚メリットって一体？我が子やろ。これに勝るもんなかなかないで。男には母性本能、出産育児本能、なんてものはないからな。あるのは子作り本能だけ。つまり性欲さえ満たされればいいだけ。もうそろそろ人が都市に集まるのをやめた方がいいのでは？都市に人が集まり続けると少子化は進むし、人が最も崇高だと感じる価値観は金になるし、
ろくなことがない。東京って人口密度世界一なんだよな。都市設計とかしないのかな？政府さんは？金持ち独身が勝ち組だな。間違いないこれ。ストレスがないしな。子持ちは4人分の生活費出さないといけない中、1人分で済むんだもんな。好きなものも買える時間も使える。悪いのは世間体くらいやで。最後は惨めに孤独死。子供に見放されて認知症になった相方の介護疲れで心中するのとどっちが悲惨だろうか。なんか独身って暗いよな。考え方が全部マイナス思考。こうだったら嫌だ。こうだったら最悪だとかさ、マイナス思考だから結婚しないのか、結婚できないからマイナス思考なのか、どっちなんやろ？常にマイナス思考のやつと一緒にいることほど苦痛なことはないね。職場でもうんざりするもの。年取って結婚しようとしたら、そうなるから、若い時に勢いで、やらないとこんなもんできない。だなぁ、まだ起こってもいないことや、起こる確率の低いことを不安視しすぎてるわ。それを言い訳に正当化されても、同意できんよな。クソ嫁に当たる確率が低いわけねえじゃん。どんだけハードル低いんだよ。それは自分のレベルが低いだけやろ。俺の妻は俺の2倍以上稼いできて、全額家に入れてるが。レベルの低くないお前が年収1000で嫁が年収2000か。それが一般的な話だと思ってんの？別に年収が高くなくてもいいんだよ。相手との値付けの的確な奴が有利に進めるのが結婚やぞ。優しくして一歩引かせる。接すで楽しませて一歩引かせる。二人の未来を設計して一歩引かせる。なんか生活費とか私の方が多く出してるけど、楽しいから幸せ、と思わせたら余裕よ。韓国ってノーキッズカフェが流行ってるらしいな。子供お断りのカフェ？多分日本もそうなりそう。韓国は日本よりも地獄の少子化ですし、このままだと日本も追随するから笑ってられないけどね。減る韓国は男女対立が激しすぎるからな。日本も男女対立を煽られまくってるから同じ道をたどる運命なのか。だから同性婚を認めれば独身は減るってば。そんなに同性婚したい奴なんているか？カミングアウト必須な上にそれこそ何もメリットないんだぞ。高収入高学歴イケメン王子様が少なすぎたせいだろ。全部男、の遺伝子、のせいだよ。遺伝子以前にわがまま言いすぎだろ。女は埋め稼げ育児しろ介護しろ。ただでさえ出産なんざ女しかマイナスしかないのにさ。もうお互い独身でいいよ。王子様もいらんわ。貧乏とか言っても、衣食住足りて、スマホとスイッチぐらい買えるだろう？それなら小割の方が幸せだと思うぞ。あ、うちは平均的な貯金ぐらいはあります。地方ならね、東京で共働き必須ローン地獄になるくらいならやめた方がいい。不動産バカ高いからね。地方都市は暮らしやすくていいぞ。ワンボックスで家族で移動して、マクド食って公園で遊ぶ。子供の頃の自分と出会ってるような不思議な感覚を楽しめる。ワクワクする。今や地方都市で仕事得られるやつはある意味上流だからな。無能と女ほど東京に行く。農家のせがれとコネだけある地方公務員のボンクラしか地方なんかいないだろ。少子化とかある意味で日本が豊かになった証拠でもある。農作業や家業に人手が必要だから子供産むべとかないし、男手が必要だから婿養子にしてまでとかもない。というか子供産んでも今の子は農業を継いでくれないやろ。むしろ独身こそが普通で結婚している方が異常って感じになった方が面白い。それに本気で気の合う異性に巡り合って、向こうもこっちをいいと判断とかすごい低確率だしな。独身割引とか独身セールとか独身無料願検診とか独身を優遇すべき。独身優遇なんて国として何のメリットもないだろ。それとも移民賛成派か？国としてのメリットなどどうでもいい。やがて多数派になる独身にメリットがあれば国民の多数派は幸せになる。それにそもそも国ってのはこの集まりだからこの最大幸福を追求すればよいのだ。クラスの3群が独身になっただけ。でも今の学生の間でも陰キャ陽キャって言い方あるじゃん。それって恋愛結婚になっても日も手が淘汰されてないってことでは。実際、見合い結婚が廃れたにもかかわらず体格も運動能力も全く向上してない。そもそも、全員結婚して子供を産もうなんて生物的に間違ってる。動物だって3割ぐらいしか産まんだろ。向き不向きあるのに押し付けんな。他の生き物は多産だからな。人間以外は産むだけで何もしなくていいから本能のままに勝手に繁殖するけど、人間は数千万かかるし学校行かせて就職させないといけないから、人間だけが理性でコントロールしてるわけで。どう見ても結婚どころか恋愛すらできなそうな顔の奴が男女ともに一定数いるし、奴らに結婚しろってのは無理ゲーだと思うわ。昔はそれでもお見合いで無理やり結婚したんだよね。その結果、日も手もろ出しの子供たちが爆増して現在に至る。今の若い世代はみんな恋愛結婚で生まれてるが、若い世代にも日も手陰キャは大量におるようだけど。女は家事から解放され、男は結婚から解放された。そのうち老化からも解放されるかもね。インバウンド見たら痛感するが、日本人の容姿の魅力のなさも一因だろうな。でも欧州だって少子化すごいじゃん。短足でないだけマシだな。まるで日本人の男と女が別の生き物かのように言っているが、
染色体のわずか1本が X か Y かで同じ遺伝子構成を持ったほぼ同一の存在でしかない。お前の Y な感覚のレスを見てると子育てを経験しているかのような設定がとても事実とは思えないし、憎しみだけが残った惨めな人物像しか浮かび上がってこないんだが、まあこれからのこの国はこういうモンスターで溢れる終末国家になりそうだよな。日本の遺伝子減らせるならそんでいいしな。今自力でガンガン減ってでむちゃくちゃ嬉しいよ。その子孫も外国人の血を入れない限り必ず減るし。最近嬉しいのが、本格的に国ごと諦めフェーズになってるってこと。まさにこれを待ってたよ。日本人丸ごと負け組確定フェーズ。日本が韓国にすら一人当たり GDP で敗れ、いよいよ本格的に没落カウントダウン。こんなに楽しい数年はないわ。3年で俺にレスしてしまうほど金銭に触れてしまったか。まあ俺はどうでもいいけどな。お前の人生や党に見切りつけてるこの国の行方も、まさに大事なのは自分と家族だけだ。その天下共ってのは合理的で見習いたいところだ。どっちにしても解決策なんかないんだから好きに生きろ。えらい、ほんとお前らみたいなのが増えればいいのに。なんか最近のごちゃんって日本下げのすればっかで楽しくない。もっとこう日本すごい、低うすれで気持ちよくさせてくれよ。都合の悪い事実に目をつむって気持ちよくなりたいのか？あんたみたいな人ばかりになって、日本はダメになったんだよ。でも突き放すばかりではな。事実をまさしく認識するだけの話。それを、突き飛ばされると感じるのは、理性と知性の訓練が足りないのでは？突き放すだから、飛ばすは言い過ぎです。なんか変だよね。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、4時間、53分、58秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。